皆さんこんにちは、おはようございます。ですね、今日はですね、ちょっと、ギターの話ではあるんですけど、ギター YouTuber の今後みたいなね話をしたいと思います。でタイトルにもあると思うんですけど、僕の真似をしない方がいいですよっていうね、しない方がいいですよって全員にこれ当てはまるわけではないんですけれども、このギター YouTuber ですよね、ギターを配信してとかギターに関しての動画を配信して、この YouTube で収益を得たいっていうね方がね増えてますよね。やっぱり年々こう YouTube、YouTuber っていうね、職業が皆さんにこう浸透してきたのかどうなのか、はたまたこの自分でね、こう何かをこう情報配信するっていうことのね、重要さに気づいてきた方がね、多くなってきたと思うんですけど、やっぱりこのギター界にもね、波は来てますよね。で、ギター講師の方とか、このコロナの影響もあって、生徒さんに直接対面で教えるっていうね、そういう形態のみを取っていたギター教室が、どんどんね、苦しくなってきてですね、僕の先輩ギター講師の方たちもね、自主廃業にしている方が、今聞いてる段階で4名くらい、いらっしゃいます。で、これコロナあるないに関わらずね、こういう流れっていうのはどんどんもともとあったわけですし、このオンラインの強さっていうのはね、年々、まあ技術の進歩によってね、どんどん便利になってきている分、やっぱりこういう、このテコの原理を利用してね、なるべくね、この無駄のない労力で、稼いでいこうっていうね、仕事のスタイルっていうのはどんどん増えてきてると思うんですけど、で、話を戻しますけど、このギター YouTuber、音楽系のね、YouTuber、この YouTube をやるっていうことに関しての質問がね、増えています。特にここ1年で激増しています。で、ギター YouTuber さん、いろんな方いると思うんですけど、皆さん試し弾きっていうね動画見たことあると思うんですけどね、山口さんですよね。山口さんのチャンネルとこのサロンにですね、ちょっとゲストとしてお呼ばれいたしまして、他の4名のギター YouTuber さんの方々と、まあ、山口さん含めね、ちょっと対談をさせていただいたんですけどね、まだ見てない方は山口さんのチャンネルに行くとね、動画があると思うんでね、見てみてください。で、今日の動画のテーマは何だと言いますとですね、僕に来る質問で、この、結構来るときはまとめて来るんですけれども、そのどれもがね、ちょっと語弊をなく、ズバッと言っちゃいますと、的がずれてるんですよね。的がずれてるっていう質問がどういうのかと言いますと、例えばですよ、週に何本動画を投稿すれば YouTuber として食べていけるでしょうか？こういう質問もあるんですよ。登録者何万人いけば YouTuber として食べていけるのでしょうか？僕もギター講師なんですが、動画に力を入れていきたいと思っております。よろしくお願いします。まあこういう質問ですよね。YouTube の収益っていうのは、まあ動画が再生されれば再生されるだけ、この1再生あたりの広告収益っていうのが配信者に入ってくる仕組みになっているっていうのを皆さんちょっとわかるとは思うんですけど、だからここまでいったらこうできる、ここまでいったらいくら入ってくるっていう明確なのがないのが YouTube の世界ではあるんですけど、まあ例えばですよ、僕登録者もうすぐ10万人やっと行くかなって感じなんですけど、今何人だろうな、95,744名なんですけども、この9万人いるから食べれるかというとそうではないんですよね。このね、登録者数が多いからといって広告費用が入ってくるわけじゃないんですよ。もちろんなんですけど、で再生回数なんですよね。で、ちょっと再生回数の話をしたいと思います。で、再生回数っていうのは登録者数に関係なくなんで、登録者が多いからって動画がおすすめにいっぱい出てきて再生されたりで、そういうことではないんですよ。再生されてたらおすすめされるんですよ、やっぱりね。で、ちょっと僕の真似をしない方がいいっていう理由をちょっと説明したいと思います。で、僕のチャンネルっていうのはすごくニッチな分野じゃないですか。すごいマニアックな動画いっぱいあるでしょ。もともとやってる分野自体がね、こんなマニアックなんでね、フィンガースタイルのソロギター、トラビスピッキングだとか、バンジョーロールだとかね、要は裾野が広くて、広く浅くっていうね、みんなに見てもらえるような動画を出しているチャンネルではもともとないんですよね。なので、こんなに登録者数の増えてね、こんなにみんな、皆さんに見てもらえるようになるとはね、僕思ってなかったんでね、これはすごいサプライズなんですけど。で、僕の動画の再生回数見てみてください。で、僕のチャンネルに行って、アップロード動画っていうの見てみてください。人気の動画っていうのは違うんですよ。人気の動画っていうのは再生回数が多いやつがどんどんっておすすめに出てくるんで、それを見てほしいんじゃなくて、最近の僕の動画っていうのを見てください。で、例えばちょっと僕自分で見てみますけど、まあ、一番最近の動画は26,000とか言ってますけど、まあまあ4,000だとか6,000だとか、まあ言ってないやつは3,000、6,000、3,000、300、7,000、まあ、1万以下じゃないですか。ね。僕、登録者がもうすぐ10万人いくっていう YouTuber、まあ YouTuber さあれなんですけど、まあチャンネル持ってるのに、再生回数が出すたんびにうんぜんっていうね。少ないやつだと3,000とかね。まあ僕の中で1万いったらもうまあ結構いったなっていう感じなんですよね。でですね、もう一つチャンネルをちょっとご覧いただきたいんですけど、カズキさんっているじゃないですか。カズキのギターチャンネルね。カズキさん結構勢いがすごくて、もうすぐね5万人ぐらい行くんですけど、じゃあカズキさんの動画を見てみましょうと。見てみました。
最近の動画ですね。この一番新しいのが1万3000、1万7000、6万2000、1万4000、6400、2万3000。もう万超えが普通平均ですよね。で、僕よりもチャンネル登録者数が半分で、で、僕よりも何倍かの再生回数があるわけです。で、このようにですね、登録者数と再生回数の伸びっていうのは関係ないってことなんですね。もちろん動画のクオリティによるし、どんな動画を出しているか、みんなが喜んでるかっていうのがまず第一なんですよね。で、僕の動画がみんなが喜んでないかっていうと、ちょっとそれは語弊があるんですけど、マジョリティが喜ぶような動画を出してないんですよ、僕はね。なんでかっていうと、目的がちょっと違うんです。ちょっと違う。で、この僕の YouTube の収益っていうのはノートでも公開してるんですけど、もう何十年の時からここまでどれぐらいの推移で来てるかっていうのは僕のノートで公開してるんですけど、まぁ、ちょっとざっと説明しますと、今月がですね、実際入ってきたのが2275ドル、カナディアンドルですね。僕カナダに住んで、その銀行に直接そのまま入ってきてるんで、そのままにしてあるんで、これいくらかと言いますと20万円いかないです。20万円以下なんですよね。 YouTube からの広告収益は20万円以下、これね、食べていけないですよね。なので、この YouTube の広告収益を何と捉えるかっていうところでだいぶ違ってくると思うんですよね。で、なんでこんなに再生回数いかないで、僕こんななんか他の YouTuber さんと比べて、のほほんとね、マイペースで暮らしていられるかっていうとですね、YouTube の収益を生活の基盤にはしていないからなんですよね。ありがたいしね、再生回数、もちろん行きたいっていう気持ちありますしね、バズったら超嬉しいですよ。もちろんそれはそうなんですけど、基本的にそうではないということなんですよ。で、このチャンネルを立ち上げた理由っていうのは、僕は自分のフィンガースタイルギターのレッスン、講座を売ってましてですね、その広告媒体として、なんかこう、宣伝タダでできるのないかなって言って探した時に、ちょうど YouTube が、YouTube をやりましょうみたいなね、そういうのが流行ってたんですよね。それが確か2014年、15年ぐらいですよね。僕2015年から本格的に投稿を始めたので、それぐらいの時に、まあ、YouTube を勉強して、動画編集の勉強して始めたんですよね。なので、どっちかというと YouTube の広告収益が欲しいっていうよりは、YouTube を見てもらって、フィンガースタイルギターのレッスンをやってるね、僕のレッスンに来てほしいっていうことなんですよね。そういう誘導をしたいという、そういう目的があったんです。なので、広く浅くみんなに見てもらえるような動画っていうのは僕のチャンネルでもバズってるんですよね。僕がなんかこう、なんだろうな、今思いつくので言うと、例えば僕が好きなギタリスト、ギターソロについてトップ5で語ったりとかね、結構バズったりとかしてて、まあ、あとは初心者のためのコードレッスンとかね、まあ好きなギターソロについて語ったやつかな、衝撃を受けたソロギタリスト5選みたいなやつですかね。どっちだったか忘れたんですけどね、100万回再生超えしてるんですよ。僕のチャンネルではね、1本か2本しかないんですけど。やっぱり再生回数を狙うってなると、そういうことも狙っていかなきゃいけないし、トレンド、波乗りをね、やっぱ考えた方がいいんですよね。和樹さんはですね、金曜ロードショーでたまたまバックトゥーザフューチャーがやるっていうね、そういうちょっと日本で話題になってたんで、バックトゥーザフューチャーをテーマにした、まあその映画の中で使われてる曲ですよね。ジョニー・ビー・グッドね。チャックベリーの曲なんですけど、そのリフをレッスンにした動画を出したら、波に乗っていったと。そういう話をしてたんですけど、やっぱ YouTube の広告収益を得るために、再生回数を狙うというのは、そういう要素も必要なんです。そういう努力もね、必要なんですよね。で、僕のチャンネルの場合はね、全然そういう努力っていうのはしてないので、なんかこのね、サムピックのこの先端の角度の話とかね、そういう全然伸びないようなね、動画を出してるんですけど、なんでこういうことをやるかというと、僕もちろん好きで情熱があるっていうのはそうなんですけど、浅くても広くっていうね、みんなに見てもらえるようなバズるような動画っていうのは、僕のレッスンに来てもらえる数が減るんですよ。だから YouTube の広告収益はまあ多少増えるけども、僕のレッスンに流れてきてくれる人の人数は減るっていう。で、逆に、この狭く深くみたいな、すごくニッチなマニアックな動画ね。フィンガースタイルの奏法の話だとか、このマニアックなフィンガーピッカーの話だとか、そういう話をすると、まあ再生回数はいかないですよね。再生回数はいかないですけど、僕のレッスンに来てくれる人が増えるんですよね。だからそういうことなんですよね。だから何を目指してビジネスをするのか、そもそも何をっていうのがね、何のためにっていうモチベーションがすごく大事だと思います。YouTuber としてね、成功したいやっていきたいって言うんであれば、やっぱりこの勉強、リサーチはすごく大事だと思います。僕が今やってるようなサボり方では、ちょっと厳しいかなっていう。最初からこのね、分野ね、このジャンル、すごくニッチなジャンルにいるんで、まあ周りがやってないようなね、ジャンルにいるんでね、自分なりのっていう色をね、つけられてきてるかなとは思うんですけどね。まあここまでニッチなジャンルじゃなくても、まあ皆さんもなんかこうやりたいのであれば、ある程度この自分の色っていうか、自分はこれっていうようなね、そういうのを出していった方がね、これからの YouTube 的にはね、引き立つんじゃないかなと思います。
やっぱり同じことをやるっていうのはね、ちょっと厳しいかなっていうね、感じはしますよね。例えば、まあ、山口さん試し弾きってやってますけど、まあ、楽器店に行って、最新のギターをね、試し弾きしたりとか、機材をレビューしたりとかっていうポジションはがっつり持っててるでしょ。山口さんがね、持っててるじゃないですか。だから、同じことをやっても厳しいっていうね。しかも、あんだけハイクオリティの動画でね、収録機材もすごくこだわってますし、まあ、編集もテロップもね、サムネもちゃんとやってるじゃないですか。だからそれに勝負できるのかどうかっていうのはね、ちゃんと考えてやった方がいいんじゃないかなと思いますね。あとはね、このギター YouTuber の人でもね、なんていうんですかね、このギターの話だけじゃなくて、このギター YouTube 運営について語ってる動画がね、いくつかありますんでね。そうだな、僕とリッキーさんのね、対談、僕のチャンネルでアップしてますけど、まあちょっと語ってますし、まあ山口さんのそのチャンネルでもね、皆さんで対談してますんで、楽しいですんでね、よかったら見てってもらいたいなと思います。あとは僕のなんかこう収益の推移とかですね、あとなんか、まあ YouTube 以外の収益ですよね、レッスンの収益とか、どういう風にこうギターで生計を立ててるのかみたいな詳細は僕ノートに全部書いてますんでね、まあギター講師とか音楽の講師をやってて、この先不安っていう方はですね、ぜひご覧になってみたらいいんじゃないかなと思います。それでは。